どうも、お疲れ様です。じゃあね、今回も公明党のインチキっぷりをまたここで解剖していこうと思います。えー、今日の争点は東京都議会です。で、告発されているのが、告発って言っても裁判所にじゃなくてね、まあ、訴えかけているっていう表現なんですけども、告発されているのが立憲民主党の関口健太郎さんですえ。これね、動画の方も ありますすんんでで私もね見たんですけども一応概要欄に貼っときますどういうことかっていうと東京都議会つまり小池都知事に対して東京の都議会の議員さんが一人一人質問する機会があるわけですよねその中でこの関口健太郎さんは小池都知事の答弁拒否が多いということでこれはいかがなものかなということでデータを漁ったわけなんですよ。 で、どんなデータかというと、誰に対して、そして、どの政党に対しての答弁拒否が多いのかってことなんですけども、自民党、公明党、都民ファーストの会からの質問には、きちんと答えてるんですよね。で、身内の質問ですから、小池都知事を、よいしょするような質問しか来ないわけですよ。で、気持ちよく答えてるわけですよ。で、それ以外の政党の質問には、7割答弁拒否をしてるわけですよね。つまり、 自分の身内からの質問には答えるけれども、その外からの厳しい指摘には答弁拒否をして答えないと。で、そこでですね、この関口健太郎というね、東京都議会の議員が、これはどうしてなんですかというふうに小池都知事に問いただしたところ、この関口健太郎さんを全員で排除したということがあります。これはね、まあ民主主義の否定であり、 まあいろんな意見を排除するというね、小池都知事の得意技ではなかったのかなと思います。まあひどい話だなと思いますよね。で、この関口健太郎さんがあ議場でですね、そのことについてまあ抗議をすると、まあここで公明党の、ね、出番なわけですけども、公明党がやじってね、えー、答弁が聞こえないようにこう、いわゆる妨害をしてきたということで、まあ、公明党のひどさがここにあるかなと。 うん、もちろん自民党も同じようにやじるわけで都民ファーストの会も中には小池都知事自身がね <laughs> やじっていたというねまあやじっていうのは違法行為ですからそれをね都知事自らやってるというねこの情けなさそして真っ当な仕事をしているこの関口健太郎さんを排除してまあナチス張りの言論統制を行ったってことになるんですよねまあこんな東京都知事東京都政が今後も 続かないように祈るばかりでございます。まあ、それにしても、関口健太郎さんね、まあ、東京都議会の議員さんでいらっしゃいますけども、まあ、なかなか気骨ある方で、えーまあ、トークも上手、若くて、まあ、顔もなかなかいいけど、ちょっとね、太り気味ではありますけども、そこがまたいい感じかなと思います。支援者の方も多いみたいですしね、で、言ってることは至極真っ当です。まあ、立憲民主党にいるのがね、惜しいぐらいですけども、今回、そんな件で、 動画の一本撮ってみました。ね、公明党ひどいな、ということで、総合学会の皆さん、公明党をこんな形でこれからも送り出していいんでしょうかどうでしょうかそれでは。